これぞ究極の音楽フェス。最強戦士が沖江通り FM 那覇イベントフロアに集結。フリーダー！マッキーのスーパードッカンフェス復活の F。 M。 7月7日午後6時決戦。入場料1000円を払うとワンドリンクがついてくる。はい、こんばんは。今日もボスタイムの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日は2本立てで収録の方を行っております。ちょっと噛んでしまったな。はい、なので前回と引き続き今日はスーツです、ね、この後ちょっとパーティーがあるのでね、今日はスーツの方を着させていただいております。はい、今週どうですか。今週って言ってもね、収録さっき1本目終わったんで、レンちゃんで2本目です、はいね、何喋ろうかなと思ったんですけど、まあもう一つね、今週、もう一つ出会いがあったんですけどね、まあ私結構何て言うんですか、ものづくり好きなのでね、まあインテリアのちょっとしたデザインとか、ちょっとまあいろんなのデザイン頼まれたらやるんですけど、まあやっぱりね、デザインするにあたってもそれをね作ってくれるのもあって職人さんとかね、いるんですよ。まあもちろん自分でも作れんことないんですけど、やっぱりやり慣れてる人とかね、センスある人に頼んだらね全然違いますよね。で、職人さんっていうのはね、なんていうんですか、図面通り、図面を引いて図面通りで、その図面の出来上がりのイメージをちゃんと職人さんに伝えることでね、職人さんはそれを形にしていくのが職人さんの仕事になります。言われた通りやるっていうのは結構職人の仕事になるんですね、私たちの業界では。なので例えば、デザイナーとかを、まあいいものを作りたいとなった時に、これをいい、最後までいいものを作り上げるにはね、やっぱり自分の手から離れて作り上げた人がちゃんと最後まで自分のイメージ通り作れるかっていうのがすごい大事なんですよね。なので頼む、ね、職人さんに頼む時も自分の意思とか自分の思いがちゃんと伝わるような職人さんを、ね、見つけて、そういう人たちに頼まないとなかなかね、いい商品ってできないんですよ。なのでね、やっぱりいいものを作り上げるときはいい職人さんを探してそこに頼んでやるっていうのも結構あります。はい、なのでまあこの間、まあある店を工事してたんですよね。まあたまたま私そこ見て、あ、すごいおしゃれな店だなと思いまして、そこを車止めてね、そこを覗いて、そこの棟梁とちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、まあさすがね、やっぱセンス異分、ちょっと沖縄の人ではなかったですね。沖縄ね、カフェとかいろんな結構おしゃれな店あるんですけどね、思いません、皆さん結構本土の方がね、おしゃれな店を作ったりとかね、センスのいい、店を出しているところ多いですよね。はい、やっぱり結構極めております。やっぱりおしゃれな人多いですよね。やっぱり情報量が多分違うんでしょうね。物を何か作るにしてもそういう感じです。まあまあわしが見てもらう結構いい感じだなと思いました。まあ早速ね、お話しさせていただいてね、もう明日オープンだって言ってたんでね、じゃあまた行きますみたいなね、話の流れでね、いい出会いだったんですけど、やっぱりね、私もものづくり好きなので、向こうもものづくりなのでね、結構そこもね、会話弾みましたね。やっぱ出会いっていいですよね。また一緒に何かやりたいですねっていう話までね、なってしまって結構盛り上がりました。ね、まあそこもね、でもそういう出会いもね、例えば私がね、ちょっと興味があって話しかけてからそういう出会いになったわけなんですけど、もしそれをしなければね、そういうふうに会話もできなかったし、つながりも持てなかったと思います。まあおかげさんでね、つながり持ってたんでね、また何か作ったりとか、
仕事とかそういうつながりも多分なっていくと思います。ちょっとしたね、本当に興味を持ってね、そこの人に声かけするだけでも全然また、はい、違った世界になっていくと思います。なのでね、これ恋愛も一緒ですね。皆さんもね、ちょっと一声かけてね、新しい世界をね見つけ出してみてはいかがでしたでしょうか。いかがですでしょうかですね。はい、すいません。はい、西暦2018年6月24日夜11時日曜日の1時間ナイスな時間を一緒に過ごしてまいりましょう。この番組はトリノのボスがリスナーの皆様にハッピーでプラスになる情報をお届けする番組です。前半の30分は出会いや恋愛、婚活についての情報をお届けする番組、後半の30分は私ボスがハッピーでプラスになる情報をお届けする番組となっております。ボスの私と1時間の間楽しい時間を過ごしてまいりましょう。番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 ファックスは0988600262までお願いいたします。この番組の提供は、素敵な出会いを探すなら鳥のパーティー、確かな出会いをするならマリッジサーチング、以上各社の提供でお送りさせていただいております。改めましてこんばんは、ボスです。はい、今日2本、私は今日2本目の収録ですよね。今日の収録、この収録の分は24日の分ですね。はい、まあ、前回の続きのやつもね、今日ありますのでよろしくお願いします。はい、今日の前半のねテーマはね、恋愛は人の成長、人を成長させてくれるのテーマいきたいと思いますね。恋愛ね、恋愛、はい、恋愛ね、人生において恋愛って結構ね大切ですよね。まあ男性は女性を好きになったりとか、女性は男性を好きになったりとか、やっぱり愛がないとね、生きる楽しみもないですもんね。思いません？皆さんね、やっぱり人生の中でね、恋愛何回ね、何回ぐらいするんかな平均。私もね、私ももう今年もうすぐ53になるんですけどね、結構まあ多い方ね、何回ぐらいかな、まあそれなりにはね、年いってる分恋愛もしてきました。で、若い、そうですね、若い方だったらどのぐらいかな、まあね、年齢にもよると思いますけど、まあ多分ね、職業柄にもよると思います。はい、恋愛でもね、恋愛、まあいろんな恋愛を僕はした方がいいと思います。だって恋愛はね、やっぱり人間を成長させてくれると思うんですよ。思いません？自分もね、そうですね、自分、まあね、高校時代ですかね、振られた時ありま、高校時代じゃないな、専門学校時代か、大失恋してね、振られてしまいました。まあね、当時ね、遠距離恋愛してたんですけどね、僕が大阪の方に行ってね、その時はもう本当にね、もうショックでね、立ち直れないぐらいでしたね。やけ酒しましたよ。はい、ウイスキー1本ぐらい開けてましたね当時。今考えたら懐かしいですね。でもね、その時ね、もう落ち込んでました。これね、女性より多分男の方が落ち込むんじゃないかな、どちらかというと。そういう風になった時ね、振られた時は、まあまあまあ今となってはね、まあまあ自分はね、もちろん、なんていうんですか、お付き合いした方とか、やっぱそういう風にね、いい感じになった方には、やっぱ全ての方に感謝しております。やっぱり気づかされる部分っていうのがあるんですよね。やっぱ相手によって人ってやっぱり変わりますから、こういう一面は自分があったんだなとか、あ、やっぱりこういう風にね、やっぱりある程度
友達同士ではなかなか言えない部分もね、お付き合いすることでね、言える間柄になったりするときってあると思うんですよ。そういうお付き合いしてるから言える仲っていうんですか、やっぱそういう部分では指摘もあったりとか、やっぱ気づかされる部分ってありますよね。なのでやっぱり、まあ自分と違う世界を生きてきてる人とそれだけ親密になるわけですから、やっぱり傍から見た自分っていう部分をやっぱり客観視してくれてね、その中でねコミュニケーションってやっぱり気づかされる部分ってありますよね。やっぱり恋愛の数がやっぱり多かったらね、そういう出会いもやっぱり多くなるんでね、結構成長させてくれると思います。はい、僕ねでもね、さっき言ったね大失恋した時ね、もう正直言って見返してやろうと思いましたね。いい男になってやろうと思いましたね。はい、もうそれでね、超頑張りました。はい、まあ、やっぱりねそういう分ではね、まあまあそれがあったからね、自分の気持ちとか向上心とかいろんな意味でねまあいろいろあってね今があるんですけどね、やっぱりねそういう、まあね振られる時もあるし振る時もあるし、やっぱりそれね、いろんな合う合わないありますからね、ゴールがどういう風になるんであれね、ただそういういろんなことが言い合える中っていうんですか、まあね親密になったらやっぱりいろんな話もできますし、お互いの考え方とか自分と違う人間がやっぱりね話してくれるわけですから、やっぱりためになるような、自分にプラスになるようなとか、自分が考えなかったようなこととかやっぱり気づかされますよね。なのでそういう部分では出会いって出会い、まあ恋愛の出会いもすごい大事だと思います。やっぱりね恋をしないとね、はい、生きてる時はね恋をしたら皆さん頑張れると思いませんね。やっぱり楽しみもないとね、はい、まあできるだけね恋はそうですねしたいなと思いますね。はい、まあ、仕事もそうなんですけど、仕事に対してもね情熱を燃やすっていうのも好きですけどね、まあそれとは別にね恋愛についてもね、そういう情熱をね沸かせられるような恋愛ってすごいいいですよね。まあそうですね、まあ年取ったらちょっと落ち着くんかな昔のね、でもそういうもね、そういう燃えるような愛っていうのもやっぱいいですよね。そうですね、何回、まあ、また年によっても違うんかな、でもそういうのはすごい大切だと思います。人生においてね、どんだけそういう恋愛ができるんかっていうのはその人の厚みも変わってくると思うんですよ。結構やっぱりそうですね、まあ多いからいいってわけではないとは思うんですけど、もちろんね少ない中でね、それからそのままゴールしていってね、互いに成長し合える中っていうのもあれだと思います。まあそうですね、まあそういうまあやっぱ多い方がいろんな、ね、相手の気持ちもよく分かったりとか、やっぱりなんていうんですか、いろんな見方ができますよね。まあ、自分も客観視できたりとか、自分っていうのをより知ることもできると思います。あんまりね、恋愛が少なかったらね、自分のこと分かってるようでね分かってない方も結構多いです。結構人によってね気づかされる部分もやっぱりある部分があるのでね、恋愛っていうのはやっぱそういう部分が結構普通の出会いとは違う部分ではないでしょうか。なので恋をして恋愛をするっていうのは、まあまあそうですね、多い方がいいと思います、ね、多いからといって別に軽蔑しないでくださいよ、はい、まあ変な意味の多いわけではないですからね、まあ、これもね多ければいいっていうもんでもないと思いますね。やっぱりこれも多くしたいから多くしてるっていうわけでもないのでね、たまたまそういう流れでね、まあ少ないか少ないよりはちょっとやっぱり多い人の方がそういう感じかなと思う部分なんで、多いっていうイコール悪いっていうことでもないのでね、皆さんその辺を誤解しないでくださいね。はい、ではですね、今日の1曲目いきたいと思います。
はい、今日のソングはですね、今日はオフコースでいきたいと思います。ちょっと言い方変だったね、はい、オフコース皆さんご存知ですか？そうですね、今日はオフコースで前半と後半いきたいと思います。じゃあ今日のソング1曲目、オフコースで風に吹かれて。はい、今日のソング1曲目、オフコースで風に吹かれてでした。懐かしいですね、オフコース。今度7月、今年小田和正さんね、コンサート来るんかな。結構来ますよね、沖縄。はい、一度行きましたかね。結構ね、インテリな方でしたね。はい、まあまあでも結構サービス精神多いですよね、小田和正さん。でも2年に1回ぐらい来るんかな、沖縄。うん、面白いですよね、小田さんのコンサートはね。花火はあったりとかね、いろいろボールが飛んだりとか結構楽しいです。皆さんもね、機会あったら行ってください。はい、今日そうですね、まあ前半の最初の方ですね、恋愛は人を成長させてくれるでした。はい、前半のね、出会いの方なんですけど、まあ、婚活情報についての方、ちょっとこちらの方ね、今日、まあ前回ですね、ちょっとお話しさせていただいた、私どものね、パーティーの方で、今度実は今月からですね、セレクトパーティーっていう新しいスタイルのパーティーを実は始めることになりました。で、婚活パーティーね、もちろん婚活パーティー、まあ、数社あるんですけどね、結構ね、沖縄 14、15 社あるんかな。もうだいぶ増えてますね。で、なかなかね、まあ本当にピンポイントで行って、いい方と出会える、まあこのタイミングなんですけど、そういう方もいらっしゃいます。お互いにね、男性も女性も初めて参加して、初めて一気投合してお付き合いするした方もいらっしゃいます。実際私どもの方でも、先々月ですか、ありました。そういう方もいらっしゃいます。まあ、中にはね、何回か来てやっぱりいい人いないなっていう方もいらっしゃいますね。はい、まあでもこういうパーティーとかもね、参加しないとやっぱりそういう出会いはねないので、いつもね、家と会社だけ行き来して、なかなか出会いがないんだよねとかね、ないんですよねとかね、やっぱそういう方も今ね、前回の放送ですかで言った部分もそうなんで、やっぱり時代的にね、時代の流れで今そういう時代なんで、やっぱり自分からアクションを起こさないとできない時代になっております。で、この今回ちょっとご説明させていただきたい、セレクトパーティーなんですけど、通常婚活パーティーなんですけど、まあお申し込みいただいて、男女ねでご参加していただいて、流れとしては、まあ結局行ってみないとね、どういう方が参加してるかわからない、これ運なんですよね。全てのパーティー出てるわけでもないので、この日に今日私が行く、まあ、もちろん相手さんあってのもんですが、相手がどんな人が来るんかっていうのは互いにも本当運なんですよね。はい、まあただやっぱり行ってみないとわからない。パーティーの問題点っていうのはですね、まあメリットデメリットいくつかあるんですけど、まあやっぱり行かないとね、行ってみないと誰が来てるかまずわからないですよね。自分と会う人がいなかったらもう外れの日もありますね。いい人いなかったな、前にお会いした人がいたなとかね、まあ、例えば10人中ね、もう結構でもやっぱり婚活パーティー参加されてる方、まあいろんな会社やっぱり最近あるのでね、参加しても、まあ、参加すればするほどね、ああどっかで会ったことあるなとかね、そういう方も多いです。はい、やっぱりどっかで参加してね、あちこち出てったらそういう風になってくるんでしょうね、多いです。なのでダブったりとかで、やっぱり行ってみないと自分に合う人がいるかいないかって分からないですね。結構なので行ってもな、いい人いなかったらなっていう、まあある意味お客さんの立場から考えた場合、やっぱり
なんていうんですか、いなかった場合ですよね。お金まずね、参加費が無駄に終わる、時間も無駄な時間になる、まあ結局そうなんですよね。もしそこでね、いい方、自分と会う方がいらっしゃった場合はまた全然違いますよね。はい、まあでもこればっかり運なので、私どももね、もちろんね、参加されてる方が全てカップリングセールしたら大成功なんですけど、まあそういうわけはないんですよね。まあ数組カップルが成立したらそれはそれで OK なんですけど、私たちができる部分っていうのは、お客様がいい出会いをしていただけるためのお手伝いをできる、お手伝いをするっていう部分なんですね。そのために場所とその時間をプロデュースして、その機構に参加してもらうっていう、その部分を私たちはご提供させていただいてるんですけど、まあでもあるところまでしか私どもはね、頑張ってできないですよね。あとはもうお客さん参加者の運なんですよね。その日に誰が参加してどういうふうに人と出会うかっていうのは、まあ、これも本当そうですね。やっぱりでも実際こういう問題点がやっぱあるんですよね。もう行ってもね、いい人いないんだよねとかね、まあ私がね、お客さんの立場でもやっぱりそうだと思う。行ってみないと確かに分からない、いい人がいるか分からない、いなかったら時間の無駄だしお金の無駄だなってなってしまいます。まあね、私どももう実際4年目になるんですけど、まあやっぱりそういう問題点を知った上でね、何かやっぱりね、改良していかないといけないな、まあ常にね、同じ状態でやるっていうことはもうね、交代してるのと一緒なんで、やっぱり前に進む形を作っていかないといけないなっていうのが私どもの考えなんで、まあ今までね、実際いろいろパーティーの内容も変えたりしてきたんですけど、やっぱりパーティーっていう形だったら限界があるなと。いうことでね、私ども今度はセレクトパーティーっていうタイトルのパーティー、ニュースタイルのパーティーですね、それを開催することとなりました。で、おそらく他ではないでしょう。はい、私どもが多分初めてだと思います。まあ、どういうシステムかと言いますと、お申し込みいただいて、でそこにアンケート、私どもがアンケート出します。でそのアンケートに項目に答えていただいた中で、その情報をうちにまたお返しいただいて、その情報をもとにうちがこの方に会う人をセットアップしましょうと、セレクトさせていただきましょうと、セレクト会員の中からね、そういう形です。でこの人に多分こういう人、もちろんね、そのアンケートには自分のもんも自分自身のこともご記入していただくんですけど、相手様の希望、相手様に何を一番求めるか、収入とか体型とか外見とか中身とか、その求める順序とか、そういうね、ちょっといろいろあるんですけど、そこにお答えいただいて、それをベースに私どもでね、セレクトさせていただいて、でそのパーティーに参加していただこうっていうのがセレクトパーティーとなります。なのでセレクトパーティー出たいんだよな、出たいんですって言っても出れませんっていうのは、私どもの方から、ちゃんとセレクトさせていただいた方しか参加できないパーティーとなります。イコールあなたに出会う人がいる確率が高いパーティーですよっていうパーティーですね。なのでお金もね、参加費も無駄にならない、時間も無駄にならないっていう精度の高いパーティーっていうのがセレクトパーティーとなりますね。こちらが得た回答していただいた情報をもとに、その方に会う方をうちがセットアップしてセレクトさせていただいて、お互いに参加してもらうっていうのがセレクトパーティーとなります。はい、今までねこういうパーティーおそらくじゃなくて多分なかったでしょうね。これは私どもの方でね、やっぱりお客さんの立場になって、もよりいい出会い、何かお手伝いできないかなっていう部分で企画していったのがこういう形となっております。はい、なのでまたね、特集を組んで、そういう細かい内容もご紹介していきたいと思いますので、また皆さん興味がありましたら鳥のパーティーの方で検索していただいて、そちらのサイトの方にも、詳細の方載っておりますので、そちらもまず見といてください。はい、ね、また順次、いろいろセレクトパーティーの案内もさせていただきたいと思います。
はい、ではですね、パーティー7月のあのパーティーの方、また6本ほどあります。またそちらの方もね、ちょっと今すいませんスケジュールの調整中なので、また改めてご報告の方させていただきたいと思います。はい、ではですね、後半、今日の後半、そうですね、前回に引き続き iPhone 行きましょうか。はい、 iPhone 結構まあ孫さんの話前回したんかな。 iPhone ね、 iPhone 皆さん、あの iPhone、まあ今ねドコモさんも au さんもソフトバンクさんも iPhone 取り扱っておりますよね。でソフトバンク、まあ iPhone、 そうですね、皆さん、あの iCloud とかご存知ですか。 iCloud とか、まあ多分ね、もしかしたらあんまり知らない方もいらっしゃると思いますけど、まあどういう風なのが、どういう風な関係でどういう風になってるか、ちょっとそこをちょっと説明したいと思います。はい、まず iPhone ね、 Apple ユーザーになったらね、まず Apple IDっていうのを、作ることができます。このね、Apple ID、いくつも作れます、実は。はい。すいません。作れます。申し訳ないです。まあ、あの、便利なの、まあ、Apple、そうですね、iPhone、iPad、iMac、Mac 使ってる方もいらっしゃると思うんですけど、同じね、同じ中身をね、共有させる使い方をするのであれば、Apple ID は一つ持ってね、一つにまとめた方がいいと思います。まあ、使い方はね、例えば、この iPhone はこういうふうに使うとか、そういうふうな使い方を分けるんであれば、この iPhone には音楽はこれを入れようとか、そういうふうにちょっとその単体で使いたいっていう考えであれば、Apple ID は2つに作ったりとか、分けて使うのが一番いいと思います。はい、で iCloud ですね、 iCloud 基本5ギガだったと思う、5ギガいただけます。で Apple ID を作ったらね、5ギガそれでいきます。だから多く作ればそれなりに5ギガずつもらえる形になります。ただなんていうんですか、そのiPhone で設定して、まあ何のためのクラウドかっていうと、クラウド、まあ雲ですよね、仮想の雲、例えば iPhone、iCloud、まあ例えば私が iPhone 持ってしましょう、このデータをバックアップするのが iCloud になりますね。常にバックアップするっていうスイッチをオンにしておけば常にバックアップしていきます。でここでね、常時バックアップしていくっていうのを設定してしまうと、常にね Wi-Fi の環境になればやっぱり定期的にバックアップしていきますので、まあ確かにそれをやるってことは、な iPhone にね何かトラブルがあった時、実際向こうからダウンロードしてできる形はできると思うんですけど、そうじゃない時、まあ向こうも容量いっぱいなのでね、金庫みたいな感じなので、自分の iPhone の情報写真とかね、いろんなのを向こうにバックアップできるんですけど、やっぱり5ギガって結構いっぱいになるんですよね。 iPhone でもね、皆さん125ギガとかね、思いません？結構容量あるでしょ、2ゴロとか256ギガとか、すぐ5ギガってすぐなんですよ。なのでそんなにね、何でもバックアップさせるともうすぐなくなります。なのであんまり容量がかからないメモ、大切なメモとかね、そういう部分をやっぱりバックアップ取る、アドレス帳とかね、やっぱそういう風なの、アドレス帳とかね、そういうのはやっぱりなくなったら困るやつとかね、そういうのをバックアップするようなチェックしていった方がいいと思います。私はね、メモとか、スケジュールとかそういうのを、バックアップできるチェックをしております。なのでその辺はね、いざなくなったとしても電話帳はなかなか調べられないので、そういう部分でチェックしております、iCloud の方でバックアップできるように。で、なんていうんですか、 OS、まあ、例えば Mac、 iTunes ありますよね、 iTunes、
で iTunes っていうのはもともと音楽を作る音楽のための、音楽をなんていうんですかセッティングっていうあの集めてそれをデジタル化して録音してやっていくっていうのが、ね、iTunes になるんです。これはあの Windows 用とか Apple が出してるんです、ね、Windows にも入れれるし Mac にも入れるし Mac はね最初はついてるんです。 Windows の方はね、iTunes をダウンロードしてやっていただく形になります。 Windows でありながらね iTunes をやっていきます。でね、例えばこの iPhone の環境ありますよね。でそれを OS セッティングとかあの例えばメールとかいろんなのを今セットして使っていると思います。これをこの状況を保管しとく、例えば何か壊れた時にまた同じデバイスに同じ iPhone にしていくために、まあこれあの例えば新型に変える時新しい機種に変える時もそのバックアップしたやつをここにもう一回持ってくるという形になるんですけど、それをやる時やっぱりあのパソコンの方にこの環境をバックアップ取らないとできないんですよね。また一から設定になります。はい、なのであのパソコンとかにそういうバックアップをしておくっていう形になります。まああのちょっとしたデバイスでねソフトバンクさんとかあの iPhone のその OS そのバックアップ用だけできるのもあります。そういうのもあるんですけど基本はパソコンの中にやると。でそこで音楽を入れたりね抜いたりとかそういう風な iPhone に音楽データをやったりするっていうのが iPhone あの iTunes のソフトになります。そこをねそこでバックアップしてやります。でそれをやるときにやっぱりiPhone なまあ2つあったら2つね iCloud、Apple ID2 つあるんだったらその1つ A の Apple ID 使ったら A の環境のその iTunes が出ます。で B の Apple ID です B の Apple ID の環境が出ます。こんな感じです。これがもし Apple ID を2つ一緒に使うんだったら1つの形となります。なのでそこは分けて使うか1つに使うかっていうのはそのやり方次第でちょっと使い分けができるんですよね。であのまあこの間ねちょっとあの言われたんですけどあの iCloud がいっぱいですと保存できませんと。保存するためには、写真共有 iCloud の写真共有をやめないといけないと。そこを結局オンだから結局いっぱいになってる。まあ、あの実際ね、iCloud の写真共有っていう、iCloud の中の写真共有っていう感じではないんですよね、あれ。で、そこの写真共有がオンになっているがために容量いっぱいです。なので、あの皆さんあの、チェック、なんていうんですか、システムの方に多分、たまにね、チェックする部分、赤いボタンが出てる時もあると思うんです。それでね、この間やったのがやっぱり文章がちょっと違うかったんですよね。これをオンにすると共有 iPhone に入ってる写真が一緒に iCloud が共有データがなくなりますって文章では書いてあるんですよ。で実際ねこれオフにしてもなくならないです。はい、でもあの文章ではねやっぱり書いてあるんですよね、なくなりますって。でやっぱりねまあ、これ自分はね適当にもうそのままオフにもしてたんですけど、これまあオフにしたらなくなりますみたいな感じ言われたんでね、本人ちょっと困ったんで、まあじゃあちょっと聞いてみようということで聞いたらね、やっぱり文章のやり方がおかしいんですよね。実際オフにしてもなくならないです、写真はね。実際 iPhone 残っております。なのでそこの文章とかね、まあ、この間も言ってたんですけど、英文を日本語に変えた時にちょっと文章の取り回し方がねちょっとおかしいところがあるのもアップルだなって。まあそこはねアップルの方にもねちょっとここはちょっと文章変えた方がいいんじゃない、ちょっと提案させていただいたんです。結構やっぱりそういうのもあります。はい、なかなかね結構こんがらがるんですよね、アップル ID が。なので、あの iPhone の中にねメモってありますでしょ、そちらの方にね、ID、 私はねそこの中にね ID 系ID、Apple ID とかね、そういう
パスワードとかそれの一覧 のメモ帳を作っております。分かるようにね。そこを見たら全て書いてある。ブログとかそういう SNS のパスワードとか結構その辺をねやっぱり書いとかないと、今ってやっぱりいろんなね機械をいじったりしますから、ネットの中でもねブログとか SNS そういう分ねやっぱ忘れる時あるんですよね。なのでねそこをちゃんとそのメモのページでも使ってね、やれば忘れることはないと思います。はい、ちゃんとだからそういうパスワード決めて、決まった後はねそこをちゃんとそういうふうにやるっていうのがベストなので、絶対忘れないように、忘れたらまたね一から登録とかしないといけないとかねなりますので、ちゃんと考えておいてくださいね。はい、そうですね、アップル、あとね、まあ動画サイト結構ね最近 YouTube とかいろんな動画サイトあります。で結構動画で、あこれちょっとなんとかね文なんか残したいなっていう多分あると思うんですけど、動画自身をね結構録画ってできないですよね。できなかったりしたんで、新しい iPhone とかね、あれ何からできるんかな、8からかな、動画をそのまま映してるやつを録画できます。はい、私も知りませんでした。新しい、X はできますね。はい。まあ、やり方、録画ボタンがあるんですよ。で、そこを押したら、3、2、1っていう形で録画始まります。で、始まった時は、始まる前に、その動画をまず、その画面に映したら、そのまま録画になります。で、終わりましたら、その画面を閉じて、録画の停止ボタンを押したら、その、表示されてる画面が録画できます。結構ねこれいいなと思ったんですけど、まあ前はねセブンの時なかったんかな、はい、結構いい機能でした。やっぱりこの動画、例えば料理のね作る動画とかそういうの見て、あこれ作り方ちょっといいなと思ったりとかな、そういう情報とか録画できるので結構それ便利ですね。はい、なかなかねありそうでなかったやつなんですけど、やっとできました。まあ皆さんもね、まあ機種によると思うんですけど、できる機種とできない機種があると思うんで、ちょっとチェックしながらね、もしかしたらもっとできるの多いんじゃないかな。結構あるかもしれません。なので一度皆さんもチェックしてください。録画機能、自分の iPhone ができるかできないか一度チェックしてください。はい、ではですね、今日の2曲目いきたいと思います。今日の 2曲目、オフコースで Yes Yes Yes。 はい、2曲目ね流したかったんですけどね、ちょっとトラブってますね。本当申し訳ないです。またねちょっと次回かけさせていただきたいと思います。はい、ね結構iPhone いろんな機能があってね、なかなか覚えにくい部分もあると思います。もう本当ね、スマートフォンの中でも結構、まあ私はずっとね iPhone ファンなんですけど、 Android を使ってる方は iPhone 難しいとかね言う人も多いと思うんですけど、 iPhone 最初から使ってる人はねやっぱね Android がめんどくさいなとかね、やっぱそういう風なのあると思います。でiPhone 基本あれなんですよね、説明書ねないでしょ。はい、結構日本のね、携帯とかねそういうのは結構説明書あると思うんですけど、 iPhone ないですよね。シンプルイザベストの状態で作っております。で慣れたら大体分かってきますけど、結構そういう一通りこういう流れだっていうのが分かったらねできるんですけど、あんまり説明書はありません。まあタッチしてね、アイコンをタッチして次の展開に変わってくる、まあできるだけシンプルいざベストな状態にでいじれるようにちゃんと作っております。これねそうですね、タッチパネルでこういうふうにやる、なんていうんですか、スマートフォン、それ作ったのも最初アップルなんですよ。はい、まあやっぱり
いかに簡単に誰でもできるか、子供からね大人まで簡単にやっぱ使えるように作っております。なので説明書もいらない。もうでもね、最初これ説明書もないんかっていうふうに思ってたんですけどね、まあない世界ですよねアップルさんは。はい、もう本当パソコンもあんまりね説明書もほとんどないみたいな部分もあったんですけど、もう結構やっぱりそれがね主流になっておりますね。はい、で iPhone 高いですけど、 iPhone じゃあそうですね、 iPhone またちょっとずついろんな情報を流していきたいと思います。まあ、iCloud については先ほどお話した通りです。なので iCloud はちゃんとセッティング、バックアップできるのとできないのをちゃんと分けてやってくださいね。はい、iPhone ね、僕いろんな思い出あるんですよ実は。はい、もう 何本目かな、 1,2,3,4,5,6 いくつ目かな、 7,8 個目かな iPhone 多分結構なると思います。はい、でねえ、やっぱりこんだけ iPhone ずっと持って、もう結構事件あるんですよね。結構もしかしたら忘れる事件多いかもしれないですけど、はい、大阪でね、じゃあ大阪でねある事件あったこと言いましょう。大阪でね、私片手にねちょっと iPhone 持ちながら歩いてたんですよ。ほんならね、まあ大阪、沖縄あんまり少ないんですけど、大阪ね、行きました。やっぱり自転車乗ってる方多いんですよね。はい、でたまたまこれ大学生かな、大学生卒業したてかな、大学生ぐらいですね、2人乗りでね自転車すごい漕いできてたんです、歩道の上から。はい、で私が iPhone 持ってる、ね、手で握ってるとこにバーンって当たってしまってね、でちょうど iPhone 買って1週間目ぐらいだったんですかね、10日ぐらいかな、ほんならバーンって当たって、この iPhone がなんと10メートルぐらい向こうにね飛んでいってしまってね、嘘だろ、よくしたろみたいな、いやマジかよみたいな、もう唖然としましたね。はい、皆さんどうですか、そうなったらオーマイガーですよね、本当にマジか。ならね、蓋の上していますでしょ、どうしたと思います皆さん。普通ね、普通だったら止まって、あすいませんってね、わざとでもないのでね言いますよね。多分そうしてくれるだろうって僕も思ったんですけども、わざとではないだろうなと思ったんですけど、なんとこの兄ちゃん後ろ振り返って全開で逃げ出したんですよ。で僕もねちょっとびっくり、行くしたろみたいな。ほんならこの2人乗りだったんですけどね、前に乗ってる子は全開で漕いだためにね、後ろの子は逆になんだなんだみたいな感じで、後ろの子は逆に急に発進したためにね降りてね、ほんなら運転手が逃げろっていう形でね、後ろの人にも言って、ね、後ろの人慌ててね、何があったんだみたいな感じになって、もう僕必死でね追っかけてこの後ろの人を捕まえて、はい、ちょっと運転手呼べやみたいな感じでね逃げたんでね、もうそういう風なシーンになってしまいました。もう結局ね、まあ、わざとじゃないのでね、もうなんていうんですか、もう iPhone を拾ったらもうバキバキでしたね、傷だらけ。せっかくね新しく買った iPhone だったのに本当傷だらけで、もうショックでしたね。でまあもうわざとではないので、Apple Care も入ってたんで、もうこれどうしようと思ってたんですけど、まあ謝ってくれたらね、もうちょっとぐらいもういいかなと思ったんですけど、もう逃げたんでね、私ももうちょっと頭にきて、もうちょっとそういう対応するんだったら、もうこっちもちょっとそれなりの対応させてもらうみたいな感じでね、弁償させていただきました。はい、もうそんなこともありました。もうショックできたね。でもう一回はね、これまたショックな事件があったんですよ。iPhone 間違ったね、手から落としてしまったんですよ。ほんでそのままね落下しますよね、落下地面に iPhone で、あーコンクリートだと思ってね、直接ね落下して当たるよりはね
ちょっと足の上に落として、そのまま落ちるんで、その下にね落ちた方がまだ衝撃は和らげるかなと思ったんですよ。でそう思ってとっさにね足出したんですよ、はい、足の甲に乗せるためにね。ところがどっこい、その iPhone に足出した足がポンって当たってしまってね、これまたもう5メートルぐらい先に蹴ってしまってね、ゆっくしたろみたいな、はい、もう自分でね自分の iPhone 蹴り飛ばしてね、万が一かみたいなね、もうショックでしたね。これもまた結構綺麗な iPhone 出したんですよね、もうショックでね、はい、まあただケースあったんでね、あれケースなかったかな、あ1回目の自転車事件はねケースありました、あケースなかったです。この2回目はね一応ケースあったんですけど、薄いケースだったんでね、これもちょっとボロボロになったんですよ。でもね誰かがやったわけでもね、自分でね蹴り入れてね前に飛ばしていってしまったんでね、もうこれまたショックでね、はい、まあそんな事件もありました。でもう一つまた事件あります。これもね私結構昔はね、結構いろんな、例えばどっかちょっと飛んだりとか跳ねたりとか、ちょっと飛んでみたりとか、ちょっとした距離防波堤飛んでみたりとか、ね、結構そういうブランコ飛びとかそういう機械関係好きだったんで、ちょっとした例えばね砂辺の、ね、防波堤がちょっと階段で離れてるようなところ、ああいうところあったら結構飛んでしまうんですよ。で昔普通に飛んでたんですけど、この年になっても飛べるかなって、まあ飛べない自分認めたくないんですよね。でたまにそういうとこ行ってね、夕日眺めながら行くんですけど、ちょっと歩いてね、やっぱ飛びたくなるんですよね。できない自分を認めたくないから。ほんならね胸ポケットにね実は iPhone 入れてたんですよ。これまた片時期です、はい。ほんなら胸ポケットね飛べるかな、ちょっとね勢いよかちょっと準備してねピョン飛んだんですよ。はい、飛ぶのは成功しました。あバッチリ止めたなと思った瞬間、その胸ポケットからね iPhone が飛んでいったんですよ前に。もうショックでね、また地面にねコロコロコロカキーンってねなってね、これまた落としてしまって、これまたワーバイグッドですよね本当にこれこそワーバイグッドっていうやつですね。もうねもういらんことせんとけばよかったなって、もう本当にねこの時はもうばかりすっごい思いましたね。ワーバイグッドやサンキューやろっていうのがもうよくわかりました。よくね昔おばあちゃんに言われたんかな、はい、結構やんちゃだったんでね結構やってましたね。もうだからもう結構ショックなことが結構多かったですね。もういらんことばっかりしとったんで、はい、まあねやってしまうんですよね実際ね。やらないでいいこともやってしまうの、まあそれが自分だといえば自分だし、ね、結構男って結構冒険心ありますからね、ちょっとチャレンジしたい部分ですよね、はい、たまに私はやっております。懲りずにね、まあ女失敗はしてないですよ。 iPhone ちょっとこっちに入れたらやばいって言ってね、まあ、でもこの時またジャケット入ってたんだよね。ジャケット入ってこんなことするなよの話ですけどね、はい。でまあそれまたもうこの日ねまたついてなくてね、そのままねショック受けながらね下に降りたらね、階段降りて下に降りたらちょっと青塗りが張ってるとこあったんですよ。ほんならそこに足入れてとったらまた転んで、もうこの日最悪でした。踏んだり蹴ったり、はい、まあ、こういう日もありますよね。皆さんもねワーバイグッドはしないようにね気をつけてくださいね。まあ人生ねいろいろあってね鍛えられて楽しい思い出作りのね人生になることもあるので、まあこれも人生です。いいこと悪いこともね、事件もね、多分あれはついてない最高の日でした。皆さんそういう日ないですかね、ありますよね。まあ、できるだけない方がいいと思います。はい、さて今日のボスタイムいかがでしたでしょうか。もっとね面白い事件あるのでまたお話しさせていただきますね。明日は月曜日、週の始まりの月曜日となっておりますね。皆さん嫌な月曜日だと思わずね
スタートいいスタートを切れる月曜日にしてくださいね。私もいい月曜日にしたいと思います。はい、この番組の提供は素敵な出会いをするなら鳥のパーティー、確かな出会いをするならマリッジサーチング、以上各社の提供でお送りしました。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。ではね、また来週もっといい話いっぱいねさせていただきますね。はい、ではまた来週、バイ。